静岡県立農林環境専門職大学は、静岡県岩田市と三岡678のに、本部を置く日本の公立専門職大学である。2020年に設置された。専門職大学の略称は、静岡農、仙台、愛称は、アグリフォーレ。静岡県立農林環境専門職大学は、2020年4月に、新設された専門職大学である。 静岡県立農林大学校を前身とし、静岡県により設置された公立大学である。静岡県岩田市に本部を設置しており、県内各地に機械研修場、牧場、演習林などを設置している。農林業の現場で必要となる知識や技術を教授し、農産村の景観、環境、文化を理解し、地域社会を担う人材を養成することで、 静岡県の農林業や農産村地域の発展に資することを目指している。なお、専門職大学であるため、一般の大学とは異なり、学部を卒業しても、学士の学位は取得できない。それに代わって、農林業学士の学位が授与される。なお、前身である、静岡県立農林大学校においては、2005年より、 養成部門を終了した者に対して、専門誌の称号が与えられていた。また、類似する名称の大学として、同じく、静岡県により設置されていた、静岡県立静岡農科大学が存在した。こちらは、通常の大学であり、静岡県から国に移管され、後に、静岡大学農学部の礎となっており、静岡県立農林環境専門職大学とは、 無関係のため注意を要する。静岡県立農林環境専門職大学はその理念として高度更新を掲げている。これは前身となった静岡県立農林大学校の校訓と全く同一である。静岡県立農林環境専門職大学は日本で史上初めての農林業分野の専門職大学として発足した。生産環境経営学部においては 農林業の基礎的な知識、技術を幅広く身につけることを目指しており、経営管理、生産理論、技術、一般教養、コミュニケーションスキル、農林業基礎に加え、農産村の伝統、文化及び地域社会について学ぶ。設置初年度は27名が入学した。静岡県立農林環境専門職大学では、大学の愛称としてアグリホーレと称している。これは、 アグリカルチャーと、ホレストリア、ホレストを組み合わせた造語である。静岡県立農林大学校時代の校舎1900年、農事試験場見習い性規則に基づき、農事試験場の種芸部、園芸部、産業部、分析部、山井中部において、農業実務者の養成が始まった。これが、静岡県立農林環境専門職大学の源流とされる。 太平洋戦争終結後の1949年になると農業改良助長法に基づき静岡県立農業講習所が創設され農業改良普及員の要請が始まった1970年静岡県立農業講習所に併設される形で静岡県立農業中央専門研修所が発足したまた同年には 静岡県立林業講習所も新設された。翌年、静岡県立農業中央専門研修所と、静岡県立農業講習所が統合をされ、静岡県立農業中央専門研修所に一本化された。さらに、1974年には、格納受試験場のそれぞれの養成機関と、静岡県立農業中央専門研修所が統合され、 静岡県立農業短期大学校と静岡県立林業短期大学校の2校に再編された。1980年になると、静岡県立農業短期大学校と静岡県立林業短期大学校は統合され、静岡県立農林短期大学校となった。1999年、静岡県立農林短期大学校は、静岡県立農林大学校に改組され、養成部、 研究部及び研修部を設置した。なお、2005年に養成部門が学校教育法の専修学校専門課程として認められたため、養成部門の修了制に専門誌の称号が授与されるようになった。2020年、静岡県立の林環境専門職大学が発足した。それに伴い、 静岡県立農林大学校の養成部は2020年4月より学生募集を停止し、研究部は2021年4月より学生募集を停止する。静岡県立農林大学校の在校生がすべて卒業する2022年3月までの間は、静岡県立農林環境専門職大学と並行して存続する。交渉は1枚の葉が中心となり、 光を放出している状態を図案化したものである。学部短期大学部学生生活の特色として、生産環境経営学部の1年生と短期大学部の1年生は全員がキャンパス内に設置された学生寮で共同生活を送る。なお、新しい学生寮を建設しており、2022年度から診療を供与する予定である。ありがとうございます。